んばんは。ありがとうございます。ありがとうございます、来てくれて。ナングラーを考え直さないといけなくて、こんばんは。え、ナングラはちょっと前に考えてもらったんですよ、みんなと一緒に。でもツイートし忘れてて、んなら被っちゃって、そうだからかぶっててメンバーと。なので私がちょツイートしなかったことが悪いんですけど、そう、あのもう一回考え直さないとなということで。まあでもそのおかげでね、またショールームがで皆さんとお話しできるということで、よかったんじゃないかなと思いましょう。あ、ゆりりんありがとうございます。猫お化け猫お化けなんか知らんけどありがとうございます。なので考えていこうと思います。いや、また 1,2,3,4 の写真どれでもいいのかなと、いいかなっては思ってるんです。何がいいですかね。こないだ決まったのが4の、今日メイク薄いというか目やってない、目をメイクしてないんです今日、だから血色感ないんです、口だけ。4のカラコンでかすぎたっていうのにしてたんですけど、まさかのかぶったので。候補にあったのは1だったかな、ワンちゃんのウヒャ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 と3番のあっち向いてほいが一応あるんです、候補としては。まだちゃんとかぶっちゃんはね、何も決まんなかったですね。うん、どれが多いんだろうね。なんか4が多いイメージはあるんですけどね、みんな結構選びがちなのは。明日4の骨のやつね。明日選挙ですが、私に投票権ありますか？なさそう。なさそうだからありですね。あるんかな、骸骨でも投票権って。何歳かによるんじゃない？ナイトルーティーン4ね。4、小島のナイトルーティーン私骸骨ってこと？それは私骸骨ってこと？4考えやすいんですかね。うわー、どうしようか。
2番の赤ちゃんのやつ、給料現物支給、言いたいことは分かるんですよ、ちょっと読み方が分かんないけど、給料現物支給すか、助かります、好きですこういう系は結構私。2番のかぼちゃ、嬉しい、このかぼちゃに育てられたんやでってかわいい、かわいくて結構好きです。うわどうしよっか、そういえばめっちゃコミックもダメなの、いや私の中には興奮残ってますよ、めっちゃコミック、うひゃ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 好きですやっぱり、うん、あとあっち向いてホエももちろん残ってます、頭皮あのあれには語彙力2番、かぼちゃと僕どっちが可愛い？可愛い、いいですよ、可愛くて、可愛くて好き。2番の赤ちゃんのやつ、誰が二等身やねん、あーいいですね、好き好き好きですよ。あー2番が多いですよ、多くなってきましたね、2番が。あーちょっと待って、頭にいっぱい今いろんなのが出て、あ出てきたけど、そろそろじゃあ候補を決めないとですね。じゃあ写真4枚あるじゃないですか、その4枚にじゃあ1個ずつじゃあ候補を挙げて投票して決めたいと思います。2番はいっぱいあったの、 3ってありましたかね、ああるじゃんあるじゃん、あーじゃあどうしようかな、ちょ忘れちゃったな、忘れちゃったよ、うん、1番のワンちゃんのやつは私あの前回の候補にもなってた「めっちゃコミックヒャ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 」で、 2の赤ちゃんのやつは「誰が二等身やねん」で、3つ目の骸骨のやつも前の候補に上がってた「あっち向いてほい」で、4の骸骨はどうしようかな、何が入ってたっけ、さっきなんて言ってくれてましたっけ、小島のナイトルーティー、あ、選挙権ありますかのやつにしようかな、うん、選挙投票権、投票権、明日の選挙私に投票権ありますかの4にします、の 1,2 お気に入りのやつをあの投票してください。もう一回いきますよ、じゃあ改めて、1がめっちゃコミックヒャ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 、2が二等身、誰が二等身やねん、3があっち向いてほい、4が明日の総選挙投票権ありますか、私に投票権ありますか、投票開始、明日の選挙私に投票権ありますか、
お、ありがとうございます。投票してください、お気に入りのやつ、皆さんが気に入ったやつを。これが多そうだなっていうのは結構あるけど、じゃあ5 4 3 2 1、はい、44番の明日の選挙は私に投票権ありますかに決まりました。ありがとうございます。10分もしない間に今日のやるべきことは決まりましたけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん急な配信にお付き合いいただいて、はい、この配信が終わったらもうすぐツイートしますね。申し訳なかった。明日までですよね多分、このあれ今日まで、明日までじゃなかったかな。なのでこの配信終わり次第ちゃんとツイートします。私もさっきまで8期生のオーディションのショールーム見てました。見てた方いるかな。今日からね8期生のオーディション受けてくれている子たちの候補生のショールームがちらほらやってる子がいて、見てました。気になって今回はどんな子が来てくれてるのかなと思って、全く会ってもなくて、そうなんです、初めて見ました。だからあ、こんな子たちが今受けてくれてるんだなとちらっと見ながら、見てみてください。ぜひぜひ、こうファンの皆さんもあのドラフト系のねオーディションの時は割と似たようなことしてたとは思うけど、自分がアイドルをプロデュースする側の人間だったらどの子を選ぶかなみたいな、そういう目線で見て楽しむこともできるんじゃないかなって思うので、推しとともにちょっとそういう目線でも見て楽しんでみてください。もうショールームのテンションがやっぱり若くて、昔は自分もそうやったかって思いながら見てました。5期生はもう本当にお披露目するまで全く顔出しとかもなくだったので、私はなかったですね。100人いるらしいですね。声だけの子もいて、あ、声だ、私声も結構ペチとかあるんですけど、あ、可愛い声だなと思いながら聞いてました。喋り方とかも落ち着いてて、ちょっと何番とか忘れちゃったからあれなんだけど、こう規制ってもうベテラン、どうなんでしょう。まあベテラン側にはなったんじゃないですかね、もうさすがに。うん、難しいね、年齢的にはね、あの若いメンバーがまだいるっていうのもあって、でももう5期生もいる、5人中3人は成人してるし、もうベテランよベテラン。私はもう入った時からあんまりなんかフレッシュ感がなかったんであれですけど、ずっと割と
先輩に見られがちというか、うん、貫禄あるねって言われて早6年って感じです。NMB のオーディションしてるけど気になった子いますか？その今ショールームやってる子たちの見てて、あ、この子すごいどんな感じになってくんかなってちょっと気になった子はいました。こじりんキャプテン推しは、そんな方も来てくれるんですね。来てくれるなると嬉しいですね、やっぱりね。小島かりんちゃん気になってます。かりんちゃんしか。ありがとう、みんなありがとうございます。今日のニットどこの、どこのだろう。これはネットで買った気がする。ちょっと見れない。結構、あ、そうですね、2年前ぐらいから着てるんじゃないかな。でもこのニット顔薄。顔薄。今日チークもしてないからね。今回のオーディションは全く関わってないんです。ないですよ、私は。そうだから皆さんと同じタイミングでショールームでみんなを見てます。気になって見ちゃう。まだ会ってないです、8期生と。今日はゴールドアクセ、そうです、全部ゴールド。あ、これはでもシルバーとゴールドが混じってるけど、こういうベージュ系の服がとかも好きなんで、こういう時はゴールドつけます。8期生のオーディションに混ざって現役の方を見ると落ち着きがすごい違いすぎる。そりゃそうですよ、そりゃそうですよね。どっちにも良さがあるんじゃないでしょうか。うん、リハーサルどう？順調です、順調順調。もうすぐですね、あのグッズもね発表されて、皆さんたくさん集めてくれてありがとうございます。嬉しい。あれですか、スタンドみたいなやつ、なんだっけあれ、全身アクリルキーホルダーみたいなやつはみんな好きなんですか、あれ。キーホルダーでしたよね、あれ多分。そうそう、シダリアナギの衣装のアクリルキーホルダー、そう、あれが結構めっちゃ人気みたいで、メンバーみんなシダリアナギの衣装がいいっていうのもありますね。ねえ、すぐ売り切れでしたね、みたいで。うん、アクキーならどこにでも連れて行ける。なるほど、そういうことか、常に持ち歩いてる。嬉しい。ねえ、シダリアナギ、え、でもね、皆さん思いませんでした？シダリアナギの時の私あんまり写り良くなくないですか。写り悪くて、あんまり、あ、せっかくの自分の好きなお気に入りの衣装でみんなも好きでいてくれてる衣装なのにごめんなさいって思いながら、今回はあんまり写りがよろしくないなって反省してる。前髪がいまいちでしたね。日によるというか、ものによってね、ありますよね、やっぱり。あ、ほんとそんなこと、あ、私ならいいってね。そうですよね、嬉しい。ありがとうございます。そう、前髪とか
もちろん顔のコンディションも日によって違うので、メイクの仕方とかもそうなんだけど、そう、推しは全部可愛いので問題ない、優しい、みんなぜひ集めてください。これからも毎回出てほしいですね、新衣装のたんびにというか。今回 あの壁車の水色の全身はなかったのかな、あるのかな、あれもアクリルスタンドがあったか、ランダムの、あ、そうだそうだ、ランダムですね、そうでしたそうでした。私でもスタンド好きなんですよ、アクスタね、キーホルダー欲しいですね。ランダム、アクリルスタンドとアクリルキーホルダー、皆さんはどっち派？もう連れて行けるのはキーホルダーか。ランダムやめてってね、そうね、困っちゃうね、人数多いしね。アクスタがもうちょっと大きいサイズになったらアクスタ派、ああなるほどね、アクキー、アクリルキーホルダー派がでも多いね、大きさ的にもそうか、確かに。めっちゃ目乾燥してる、しょぼしょぼしちゃう、アクキー、アクキーでした。今回でも大きな推しタオルとかもあって、デザインが可愛くって、衣装に合わせた水色とピンクみたいな感じで楽しみです。ステージからそのグッズを持ってくれてる皆さんを見れるのが楽しみです。メンバーのアクキーと赤アクスタ持ってないです。ね、いいですよね、推しタオルも可愛かったしね。うちわも買った、ありがとうございます。そうだ、うちわも2種類ありましたね、2種類もあるとね、好きな方を皆さん、なんかボードかけるのもあったから、まだ買えるんかな。お、2種類とも買ったよって、ありがとうありがとうありがとう。スケブ楽しみにしてます、皆さんのうちわ見るの、うちわとかスケブとか。いっぱい準備しといてくださいねいっぱいいっぱい準備しといてください。もう楽しむ、もう全フル装備で会いに来てください待ってます。マスク、あ、マスクもね、ペンライトの色になっててね、そう、赤赤ですね、私は赤と赤でご参加ください。今回のライブも赤日本、赤日本にうちはスキブ持って、私の生誕 T シャツと何がありますか他に、持ってチケットは忘れずに、もう赤を持ってる人をこう探しますので、目立つからね。ベスト一歌謡祭、そうなんですよね、今年2年ぶりの、去年なくて2年ぶりに開催されるということで、
また出れるのが本当に楽しみなので、そう楽しみにしててください。皆さんもアミルと間違えそう。そうアミルもね赤赤らしい。でも 全赤赤を探します。アミルんだろうと。私はアミルのファンの人にもだからきっとアピールしてることになるとは思うんですけど、そうもう赤赤は自分のファンの人だという自意識過剰でライブは行きたいなと思います。うん、だから持ってってください赤赤。こんだけ人数いたら被らないは難しいですからね。やっぱりSNS いっぱい発信する。あ、そう、それも嬉しいです。配信もあるので昼夜あるし、そうハッシュタグと一緒にたくさんつぶやいてもらって、私のここが好きだったよとかあれば。終わってからの SNS も毎回楽しみなので、本当にだから会場に来た方もぜひ会場出てすぐにツイートしてほしいですし、配信勢の方ももう常にタブレットパソコンとともにもう片手でもうずっとこう携帯とこっちで、うちはペンライトで楽しんでください。有給取ってみますってありがとうございます。真っ赤なリップ塗っていくね。マスクで見えないんじゃない？意識的には素敵、うん、素敵、楽しみにしてます。早いな、前ライブしたばっかりなのに。また本当にありがたい。ハチマキとか懐かしいです。次世代ライブね楽しかったな。今回も楽しみにしていてください。さあ、お、30分になりましたね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。明日の選挙、私に投票権ありますか？ちゃんとツイートしますので、ランキング発表いきます。13位ココフォルさん、ありがとうございます。12位コウキさん、ありがとうございます。11位大地さん、ありがとうございます。10位マナミン、ありがとうございます。9位リーミル、ありがとうございます。8位なつきちゃん、ありがとうございます。7位はるちゃん、ありがとう。6位 NMB 最高かりんちゃん推し、ありがとうございます。5位かほちゃん、ありがとう。4位ともすけ、ありがとう。3位りょうたろくん、ありがとう。2位ななちゃん、ありがとう。1位はゆりりんです、ありがとう。猫ちゃん、ありがとう。ではまたライブ後になるんじゃないかなと思いますので、またその時にお会いしましょう。はい、あ、そう、明日は総選挙の生配信も YouTube であるので、5時間ぐらいかなあると思うんで、お付き合いいただけたらと思います。ぜひ垂れ流して見ていてください。はい、じゃあまた明日はその配信で会いましょう。バイバイ、ありがとうございます。